それ持って。ぶどう。稲穂ありがとう。褒められて伸びるタイプ。うん。あの褒められて伸びるかわからないけど、怒られたら反発しちゃうタイプ。うん。なんか言われるとなんか逆の行動したくなっちゃう。これはね、人間の心理ですね、きっと。みつるさんタコありがとうございます。嬉しい、ありがとう。え、明日熱中症に注意。暑いの明日って。マジ毎日チートくらいの勢いで、いやそんぐらいの気持ちでいきよ。だって人生一回だもん。ハムスターみたい。いつかみんなにご馳走するね。生焼けの米粉クッキー。ありがとう。ぶどうとか稲穂。あーやばいな、昨日と言ってること全然違う。私今日はでもそういう日。歯止めが効かない。オリジナルビッグ作れるんですか。あれファンの方からいただいて、可愛すぎて使ってるね。私も初めて知った。なんか作れるのは知ってたけど、なんか自分で作ろうってなんないから嬉しい。めっちゃ超嬉しかった。顔むくむふぐ。でさ、なんか SNS でさ、普通になんかリップとか忘れちゃうことあるんですよ。それをなんか DM かなんかでなんか一人だけ返してなくて、なんかそういうの良くないみたいな来てたんだけど、普通に忘れてるだけで、そんなねハブみたいなこと私はしないですよ。本当に何なん、揚げ足取りですかって思っちゃった。ハートありがとう。ね、よく観察してるなって思った。そう、わざわざ DM で言ってくるから、ほーんって思って。図解のメール見て赤ナス見たけど最後やばすぎて逆に笑った、ね、あれ、いやなんかもはや怖くなかった。なんかいやびっくり、逆にアリサ気づかなかったのって。マジで面白かった最後。あれはね、美術さんがすごいよね。CG じゃないのがすごい。赤ナス本当に見てない人は見るべき。みんな見てください。赤ナス。パラビで見れる。いや今日さ手持ちだからみんな酔っちゃわないかな。ごめんね。今日は
秋服を着てます。どうですか、可愛くない？マンさん、ナナさん、かわいい、ありがとう、嬉しい。あ、私さ、公園出るって言ってたっけ。私多分ね、日付普通に間違えてた、1ヶ月間違えてた、1ヶ月後だったいや最近そういうの多くて、スケジュールに入れててもよく見たら10月だったっていうの多くて、9月ほぼ何もしないですねそう、温存期間。ちょっとジム入ろっかな、本当に。なんかさ、ウォーキングもさ、1日じゃ1万歩して宅トレもしててもやっぱねダメだ公園ないと食べちゃう、本当にやばい。もう結構ガチでジム入りたいけど、これからリハ三昧になるからどうしようって感じ。1ヶ月間違えるとかあるのかいな。いや、ないんだよ、いつもないんだけど、なんか A になってからすごい先の予定をすぐ、なんだろう、1ヶ月前に教えてくれる、いやもはや2ヶ月前とかにスケジュールが入ってて、そうだから間違えちゃう。そういうのなかったんだよね、1ヶ月前に自分のスケジュールが分かるってこと、まずコンサートとかじゃない限りないから、ありがたいんですけど、そう間違えちゃう9月の予定と。翼おじいさん、クマありがとう、嬉しいありがとうございます。そうなんですよ、今日はメール3通送ったんだけど届いてますか。4通目送ろうと思ったら10時過ぎてて泣いた。ありがとう、月見団子。宗次郎くん、かわいい、ありがとうございます。手紙送っても届かないから油断してる。なんかでもなんだろう、内容がさ、その1ヶ月あったら結構変わってきちゃうじゃないですか。でもそれすらも考えながら読むのが楽しいんですよ、お手紙って。1ヶ月前、あ、これ2ヶ月前の出来事書いてくれてるって思うと、あ、その時に書いてくれてたんだっていう、なんかそうそういうのが分かって嬉しい。マーフィオに合ってますか。え、なんかすごい変顔した写真を今日送ったんですよ。めっちゃ変顔ノーマルの写真送ったんだけど、返信ないから何かしてるんじゃないですかね。マホ基本返信早いから、そう珍しい、 2,3 時間帰ってこないのは。波動？波動あれですよね、チーム K が優勝、
拍手いやでも悔しいけどめっちゃチーム A が格闘してくれてて、そうしかもねチーム A ラインがお疲れ様で溢れてて、なんかすごい団結感じました。チーム A いいですね。あ、真帆が波動出てたってことか。なるほどね。じゃあまあ疲れてるのかもしれないね。波動って意外と疲れるからね。なんかドッジボールみたいな感じ。今日はギターも弾いてたんですけど、プラスチックラブを練習しました。竹内まりやさんの。いつからそんなに美しいの。ママのお腹にいる時から、胎児から。ドクター竹さん、クマありがとう、ありがとうございます。このビギナーの人さ、中2で脳みそ止まってる。暮らしを続けて、狂わせないでね、出会いと別れ上手に、ね、シーズン2意外ですよね。待って、発表されてますか。もうシーズン2出るのは、あ、みんな出るよねきっと。もうさ、私プライベートで行こうと思って、波動はお台場だよね。ちょっとプライベートで練習しないと足引っ張っちゃうそうな気がするので、ガチ頑張ります。中二病って言うじゃんは結構いいね。中二病とは言ってないですよ。中二で脳が止まってるって言いました。すごいなんか肝コメントだったんで、そう Day2 出るんですよ。ね、波動。しかもみんなさ T シャツ着てさ、ちゃんと練習してるからすごいなって思って、私も T シャツ持参でいこうかな。あれ、でもあの T シャツもらってないな。多分みんなもらってないから借りてるのか。あのね、チーム A とか K とか B とか方のやつ。10月20日やってきた。お、いや、あのね、神イベだから来るべき本当に距離めっちゃ近いし、なんかメンバーの香水とかの匂いすると思う。距離が本当に近くておったまげ。ちょっと今日も時間短いんですけど終わりにします。このあとさすがに運動しないと本当にやばい今日はママにもあの運動しなくて病むのはやめてねって言われたから、ガチで頑張らないと。ママが言うって相当なんですよ。なので私は頑張ります。みんなのことも応援してる。ピース。今日も VR たくさん見てください。明日も武道館でセンター立つぞあと SNS ね、いいねとリツイートとリプぜひお待ちしてます。全部読みます。そして全部私に通知が来ます。今日誕生日だから私、おめでとう、ゆきのちゃん。
ハッピーバースデー、またお話できるの楽しみにしてる。筋トレス一緒に頑張ろう。お、頑張ろう。じゃあちょっと短いので3位から見ます。3位ドクタータケさん、2位翼おじいさん、1位みつるさん、ありがとう。じゃあおやすみなさい。またね。めっちゃお腹鳴っちゃった。